なんかさ、みんなさ、可愛いって言ってくれるじゃん。いや、はじめ意外で、それが、え、これおもろいんじゃないんかみたいなって思った時ね、あ、みんなやだでいいんだと思って、まあ、もちろんおもろいって言ってもらってもいいんやでってことでね、言ってくださいね、全然言っていい方のいじりなんでね。あ、でまじゃん、よどでいいじゃん。ねえ、みんなじゃあ、いや、かわいすぎて滑ってるってどういうことだよ。滑ってんのか、うちは。まあ、滑るもいいよな。でも、だから、初めはね、なんだろう、ちょっと女の子にしては変わってるかもしれないけど、なんか、かわいいよりね、おもろいって言ってもらえる方がね、嬉しいんだよね。まあ、面白いと思ってくれたら、面白くなくても、初め喜ぶでっていう話や。おもろいこと言わなくてもおもろいよ、マジだ。ありがとう。ところで、神アニメって3回、神アニメ、あ、言えたじゃん。何？ほんとや！ぜ！いえちゃ！うえ！結果売りやがった。ありがとう。あ、カニアニメ！カニアニメか。笑った時の声は聞き取りやすい。あ、そうなんだ。X 見てる人はわかると思うんですけど、企画募集してたんですよ、はじめ。青春エピソードと黒歴史で、ある人、おっしゃったって言ったら、もうな、はじめ、多くても100件ぐらいもらえるかな、かなって思ってたら、まさかの、千代さん。まさかの、千代なのな。そんなねえと思った。見せてもらったんですけどね。ごめん、なんて言って、なんだろうね。なんて言ったんだろうね。ちょっとわかんないや。そう、想定の10倍来てて、ありがて。もうありがてえよ。てかもう本当にな。もうマジで。なんか感動しちゃったわ、はじめ。あ、そう、千って言ったんだと思うよ。千、よ、にゃにゃにゃ。全然読んでないんだけど。だからどんなのがあるかわかんないんだけど。で、くれた人ね、ありがとうね、本当にね。あ、そう。なんかね、切り抜きさんのやつ見てて、なんか、コメント欄に、めっちゃ、初め、笑ったやつがあって。なんかめっちゃ面白いコメントがあって、2倍速にすると動物の森だなってめっちゃ笑ったで、はじめその後さ、動物の森やと思ってさ、自分のさやつをさ、こうやって再生速度2倍速にしてさ、そしたらさマジちゃんと思って、ああ、はじめ動物の森だって思って、天才だなって思いましたね、その方。後で試すじゃない。いやいや、やめの。いや、マジで、なんか。